愛知県警は暴力団排除条例で特区に指定されている中区の錦三丁目の飲食店などを回り改正内容を伝えましたこれまで特区内では用心棒大の授受が禁止されていましたが6月から名目にかかわらず三日寮とみかじめ料と見なされるものはすべて禁止されますまた店側はみかじめ料の支払いを警察に申告すると刑罰が軽くなります愛知県警は、 暴力団と縁を切ってほしいと話しています。